セベクスは私神与の南アメリカ大陸に生息したワニ型条目、セベクス科の絶滅した属。化石はパタゴニアで発見されている。他のセベコスクスアモクの爬虫類と同様に完全な四足歩行性の動物植生動物だった。本属はタイプシュエスアイチオライネスただ一種を含む。本属に割り当てられた他の種も複数あるが、後にそれぞれの属として独立した。 1937年にアメリカの古生物学者ジョージ・ゲイ・ロード・シンプソンに命名され、セベクスは最初に存在を知られたセベコスクスアモクの属の一つとなった。シンプソンはパタゴニアでアメリカ自然史博物館のファーストスカレットエクスペディションでサルミエント類層から発見された下顎と頭骨断片に基づいてタイプ種 s アイチオライネスを記載した。 葉はは1906年に知られていたが、この時はアルゼンチンの古生物学者、フロレンティーノ・アメギーノが肉食恐竜のものと判断していた。シンプソンが発見したさらに完全な標本により、この動物がワニ型上目に属することが確立された。シンプソンの化石は発掘調査で最高の発見と考えられたものの、彼は1937年に本属をわずかに、 言及しただけであり、歯が、側平たした上に、虚子状構造を成していたことを、彼は記載した。シンプソンはより詳細な本属の論文を、執筆していたが、完成する前に、アメリカ軍に入隊してしまった。別のアメリカ人古生物学者、エドウィン・ハリス・コルバートが、シンプソンの論文を完成させ、本属を完全に記載して、セベクスカに位置づけた。さらにコルバートは、 セベクスと白秋バウルスクスかの爬虫類バウルスクスが共に側平たして巨子状構造を持つ鋭い歯と深い分部を持っていたことから両者をセベコスクスアモクに分類した。なお、セベコスクスアモクは巨子状構造を持つ側平たした鋭い歯の兄形上目の属すべてを含む分類群としてシンプソンが設立した分類群である。 セベクスの語源となった古代エジプトのワニの神セベク。セベクスという名前は古代エジプトのワニの神セベクのラテン語化した形である。セベクはギリシャ語のカイミュープサイアルファイオタにあたるか、あるいはワニの用語体系でのチャンプッサにあたる。ギリシャの歴史家ヘロドトスは、チャンプッサがエジプトの言語でワニを意味すると主張している。 タイプ種の種商業アイチオライネスはギリシャ語のイプシロンイオタカッパアルファー S とローガンマカイから派生したもので、イオタカッパアルファー S は無作為あるいは計画に準拠しないという意味を持ち、ローガンマカイは分部を意味する。これはセベクスの分部が異様に深いことを反映している。1965年に アメリカの古生物学者、ワン・ラングストン・ジュニアは、コロンビアのラベンタ産地のホンダ類イから産出した、頭骨断片に基づき、セベクス族の第二の種である、エス・ヒューエレンシスを命名した。この堆積層は、約1300万年前のものであり、セベクス族の生息期間を、新代三期まで、約4000万年引き延ばすものである。1977年に、 ペリューの中心与の地層からも化石が記載された。セベクス族第3の種エスクエリジゼスは1991年に赤月新生にあたるボリビアのサンタルチアル一層から命名された。これによりセベクス族の生息期間は白亜飛末の大量絶滅の直後にあたる赤月新生の始まりにまで遡った。1993年にズルマガスパリニラは サベッカス・カーラジャゼスを記載した。これは、サベッカス・クエリジゼスの、スペルミスあるいは書き間違いであり、第四の種ではなかった。2007年のセベクスカの種ごとの分類が研究され、S ・ヒューエレンシスと S ・クエリジゼスの2種は、それぞれの属ズラマシカスと、ラングストニアとして独立した。ラングストニア・ヒューエレンシスは、ラングストンにちなんで命名され、 ン部が狭いことと歯の間隔が広いことから、セベックスと区別された。ズラマシカスクエリ・ジゼスは、本研究の論文執筆者の一人であるズルマ、ガスパリニに日なんで命名され、ン部が広いことから、セベックスと区別された。エス・アイチオライネスの頭骨以降の骨格は、実質的には知られていなかったが、パルエトールで、本種の複数個体の頭骨以降の骨格が記載され、 ハボネヌ部と頭部以降の骨格の大部分が保存された部分的に関節した標本マペフ PV1776 もこの時記載された。このハ骨ネにより本種を代表する個体として同定が可能である。マペフ PV1776 の推定される全長は2.2から3.1メートル、体重は52.2から113.5キログラムと幅が広い。 セベクスの頭骨以降の骨格はこの動物が地上性であったことの証拠を提示している。獅子、特に大腿骨は原生ワニ類よりも比率として長い。肩から電部までの長さは大腿骨の2.3倍と推定され、近縁でない陸上性のワニ形上目であるプリスティカンプサスと類似する。一方でアメリカアリゲーターの大腿骨は比率としてさらに短い。 福元図本属を含むセベコスクスアモクの頭部はワニ類の中でも異質で他のワニ類が横に平たい頭部を持ったのに対しセベコスクスアモクは獣脚類やラウィスクス類に見られるような縦に高い頭部を進化させた外尾孔は分部の先端部で前方に開く大半のワニの頭骨が平たいものの目の近くとも眼下領域で盛り上がる一方セベクスの頭骨は 基本的に平坦である。噴部が非常に深いため、眼下の縁と共に長い上顎の縁を形成する。頭蓋天井に開いた穴である上側頭窓は、比較的小さい。顎の筋肉や歯の形状は、重脚類などに修練していたが、一方で、眼下は、原生は二類と同じく横へ開いていた。サベッカスアイチオライネスの頭骨のキャストを上から見た。 様子俗編した葉は、セベクスや他のセベコスクスアモクの爬虫類に特徴的である。葉の大きさは多様であるが、これらは同派性であり、顎を通して同様の形状を示す。上顎と下顎の先端では、葉は丸い断面を持ち、下顎の歯骨の第4歯は、剣視状の形状をなす。下顎の最先端の葉は、第4歯よりも、はるかに小型で低い。 顎の先端に位置する歯骨の葉は放出方向がほぼ前方へ向いている。上下の顎の葉は顎が固く閉じられるように相互的なパターンで並んでいる。上顎骨と前上顎骨の間には溝が存在し、顎が閉じた際に歯骨の第四波を収められるようになっている。歯骨の前方に突き出した第一波は上顎骨の第一波と第二波の間にマッチする。 この近接した密着により、それぞれの葉の虚子状構造が互いに噛み合うことが可能となっている。顎の動きと葉の密接から、セベクスは動物植生であったことが示唆されており、セベクスの圧縮された歯状の葉は肉の切断に適していたと推測される。対照的に、原生ワニ類は大きく幅の空いた丸い葉を持ち、食料は大きな二可片として接触している。 セベクスは、原生ワニ類よりも重脚類の恐竜に近い、接触法を採用していた可能性が高い。特にティラノサウルス科の葉は、セベクスの葉に最も類似する。セベクスとティラノサウルス科恐竜の葉は共に小脂状、突起と呼ばれる丸みを帯びた突起を備えた、巨子状であり、小脂状突起の間には鋭い切れ込みが存在した。これらが、肉の繊維を、 巨子状構造との間で圧縮して切り裂いていた。電子顕微鏡を用いた微細構造解析により歯に微細な引っかき症の跡が発見され、この様式で肉を接触していたことが示唆されている。また、クリスティカンプススとセベクスでは歯の比較研究が行われている。セベクスの顎の筋肉は原生は二類のものに類似した可能性が高いが、彼らの頭骨は明らかに深いため、 さらに長い筋肉を有していたことが示唆されている。セベクスでは、頭骨と顎の形状ゆえに顎を閉じる内転筋は、さらに広い空間を持っていた。頭頂部の上側頭窓は、比較的幅広で、巨大な筋肉が通っていた。ワニメでは、顎を開く、下引き筋が、頭骨の最上部に端を発し、関節ごとっきと呼ばれる顎の裏側に位置する突起へ、差し込まれる。 原生は二類の関節後突起はまっすぐであり、下引き筋の視点は低い。深い頭骨を持つセベクスでは、下引き筋の視点は高いが、関節後突起が上へ曲がっているため下引き筋の長さは、原生は二類と同程度である。原生は二類と同様にセベクスの下引き筋は比較的発達しておらず、顎を閉じる力は、 非常に強力だが開ける力ははるかに弱かったと見られている。関節骨と方形骨の間の顎関節は発達している。下に向いた広い浴場構造が浴場骨と、外浴場骨で頭骨の底で形成され、この関節により顎の上下方向の動作が制限される。サベッカスアイチオライネスの頭蓋天井と顎のキャスト、セベクスに関するコルバートの論文には、ノー。 時間及び顎の筋肉の記載もある。これら南部組織の詳細は、頭骨の特徴と内部のエンドキャストあるいはモールドから推測される。セベクスは、噴部が深いため脳の形状が、原生は二類とある程度異なるものの、構造は一致する。救急は長く、脳の主要部を占める。大脳は、原生は二類と比較すると狭く長く、救急に向かって細くなる。即東洋は、 原生ワニ類よりもある程度小さい。ワニの脳のサイズは進化するにつれて大型化する傾向があるため、コルバートはセベクスの小型の大脳を原始的であることの印とした。ハンスシー・イーラーソンは2001年に恐竜カルカロドントサウルス・サハリクスの頭蓋内の解剖学研究を行い、脳の全体の容積と大脳の比率を他の戦士時代の爬虫類と比較した。彼は、 セベクスとアロサウルスフラギリスがカルカロドントサウルスに近い比率を出し、原生爬虫類を特徴付ける95%の信頼区間に収まることを発見した。時間は中時と引頭につながり、ワニにおいては非常に複雑である。他の脊椎動物と異なり、ワニの時間は内部で分岐した複数の管が内部でつながっている。この構造はセベクスでは、 完全に発達しており、おそらく、ワニ形上目の極めて初期に出現したものである。一方で幅狭いに等辺三角形をした頭部と、側方を向いた眼下により、本種の立体視野は、原生ワニ類のように限られていた。こういった点は、同じ陸生ワニ類のカプロスクスなどと異なる。直立した足には、第四天子が発達していたため、強い脚力を生み出せたと思われる。かつては、 半水性だともされていたが、今では、獅子の構造、形態、そして、尾行の向きも総合して考えると、主に乾いた陸上で獲物を探し求めていたとされる。ちなみに、水性適応を遂げた、原生ワニ類においても、時として、ギャロップ走行をすることが知られているため、それらより、高度な陸性適応をしていた本種は、同等以上の走行性能を持っていた可能性が、高い。 セベクスとして知られる、標本比較的完全な化石要素に代表されるため、セベクスは、セベコスクスアモクやセベクスカといったワニーカタチュアメの、より大きな分類群を定義するのに用いられてきた。セベコスクスアモクは、セベクスとバウルスクスのために設立され、後に、他のセベクスカとバウルスクスカの属を加えて、成長していった。 セベクスとバウルスクスはよく化石が産出するが、他の属は断片的な標本が少数得られているのみである。セベクスはメタスクス類のワニ型条木の中で様々な位置に置かれており、セベコスクスア目に置かれることが多かった。カルバーリエトールでセベクスはセベクス化を定義するのに用いられ、セベクス化はセベクストリビコスクスの最も新しい共通祖先と、 そのすべての子孫を含む分類群と考えられた。同論文では、セベコスクスアモクが、セベクスを使って定義され、バウルスクス浄化も言及された。セベクスと他のセベコスクスアモクの属は小型である、白亜紀のノトスキアアモクと対照的である。ターナーカルボで、セベコスクスアモクは、ノトスキアアモクの姉妹群と考えられ、セベクスは、この分類群の基盤的位置に置かれた。 この後の系統解析により、セベコスクスアモクを多系統群とする見解が登場した。バウルスクスといった複数の族は、ノトスキアアモクと禁煙であり、セベクスといった他の族は、ノトスキアアモクと禁煙でない、メタスクス類のグループを形成するとされた。ラーソンスズはこのグループをサベシャと命名した。以下のクラドグラムは、パルエトールで示された解析を、 単純化したものである。注釈、基準とした標本は、ペイロサウルスから再度割り当てられた。大元のノトスキアー目は、ゴンドワナ大陸において、非常に多様性を高めた、陸生脊椎動物である。彼らは、同大陸に存在しなかった派生型の哺乳類の、ニッチへ入り込み、その直立した獅子や異姿勢のある派などによって、当時の陸上において様々な生態的地位を、 占めていた。また新生代の前半は、県生代において、有数の温暖な気候に恵まれ、それによりワニ類が多様化した。例に挙げるならば、半水性ワニ類でも魚食性の強いガビある、時には大型脊椎動物すら狙うクロコダイル、その中間のアリゲーターなど数多に枝分かれした。これらはワニ類同士での無用な競合を避けるためと考えられており、 セベコスクスアモクは、他のワニ類には、手の出しにくい、陸生動物を主食にすることで生き残ろうとしていた。大半のワニ類と同様の肉食であるが、原世ワニ類とは大きく異なり、活発な陸生動物として、当時の南米に君臨していた。また当時の同地域には、肉派類や食肉類のような肉食動物が不在だったため、本種やその仲間が大型肉食動物のニッチに、 収まっていたとされ、グループ内での多様性も高かった。本種は他の反水性ワニ類とは全く違った方法で獲物を襲った。狭い頭部と鋭利な歯を持っていたため、頭部を振り下ろして文字通り獲物を切り裂いていたと考えられている。これは終練相手の獣脚類にも見られる戦術である。こういった戦術を取った理由としては、一つに彼らの頭部が 横方向の圧力より縦方向の圧力に耐える方が得意だったことから示唆されている。つまりセベクス等の捕食者はもがく獲物を強固に加え続けるのではなく振り下ろした顎により一瞬にして肉を切断していたようだ。ありがとうございます。